かかし先生の話をちょこっとしましょうか。か先生。先生ね、そうですね。かかし先生もね、やっぱり最初からすごい余裕しゃくしゃくで出てきて、うんうん、その鈴取り合戦とかいろいろやったじゃないですか。うんうん、なんか、なんていうんですね。ふざけてるだけではなくて、真面目だけでもなくて、うん、でもなんかこう、やる気にさせていくっていうか、ね、で、チームワークがバラバラだったのをまとめていくっていうか。うん、すごい。かかし先生、いなんか、かぜこさんとかかし先生はすごい被るんだけど、うん、結構私たちのやってることをすごい、 待ってくれるよね。そうですよね。見守ってくれてもいいですよね。守まってくれてるよなーって。その間寝てることもあんだけど。まあ、どういう待ち方かはともかく。その待つってことが一番すごいなっていう話をして。待つこと嫌がらない。うん。やっぱりさ、ああすればいいんじゃないってつい言いたくなるの。さん。待つからねかし先生とかか、かずひこさんほんとかぶるなって。ああありますよね。でもそういうところね。いっぱい言いたいことなんかいくらでもあったと思うんだよね、私たちに。まあ、そうでしうね。 それを温かく見守ってくださって。<ー>でも、ちゃんと席に戻った時に、ここを、こうしたらいいんじゃないとかって、ちょっと、ちょろっとアドバイスを。ね、あ,あなるほどと思って、ありがとうございますみたいな感じで。言ってた、やっぱり。どのタイミングでどういうことを言うのかっていうのは大事で難しいから。そうですね。本人の色を大事にするならば、僕が言うとね、僕の色になったら嫌じゃないとか。そなんす、ね。すごいな。先輩っていろんなこと考えてんだなと思いながら酒飲んでた。<laughs>